そ襲われる。あやっぱかっこいいな。来た昼島。うわーここ。うわー待ってここを見せてくれんの？やったかこれ。ほんと無茶するわ。アビソテセイ。あらすじのまとめ方うまー。詳しいことは話せない。だがお前たちにフランキーを頼んでおく。もちろんだよ。わかった。うん。アクアラグナを超える手段がたった一つだけある。うん。こっちだ。ついてこい。うんうんうん。ああ。いいね。どこだ。さっきでも見たもんね。だって。地下道の先に昔使っていた倉庫。うんうん。そこに向かう。ロケットマン。そこに行けば、うん、鳩の野郎を追っていけるの。うんうんうん、ああ試作品の海列車。命の保証はできねえし。いやーこれちょっと楽しみだ。どのぐらいやるんだろう。そのエニエスロビー行くまでの道中、なんかティーボーン大佐とかやるんかな。どうなんだろう。それでもいい。俺たちは必ずウソップたちを取り返す。うん。取り返そう。こんなお願いをするのもなんだが、フランキーのやつも助けてやってくれるか。うん。あいつも俺たちの仲間だ。そうだね。必ず取り戻す。もう仲間だもんね。そうか。ありがとう、感謝する。じゃあエニエスロビー編終わったらフランキーはパーティーに入ったりするのかな。あー行こう。地下に戻る。はい。マンホールのタワー俺に任せな。兄貴にも頼んだぜ。オッケー。鍵は俺が持っている。あ、さすが。倉庫はこの奥だ。うん、まあまあしかし久しぶりにここへ来た。まあここ他の場所よりくせえぞ。そうなのか。まあそうだよね、下水だからな。場所だからな。悪いが我慢してくれ。我慢してくれ。上と下どっちに行けばいいの。まあ忘れんなおい。じゃあどっちにも行ってみるしかないわね。じゃあ、俺の予想ね。上が正解だと思うんだ。だから、あえて下から行く。で、ちょ、探索も一つ行く。なんか、ちょっと思ったの違うな。あ、もうこれ、先進む？おっさん、あっちに行けばいいのか？まあ、多分って言うな。ちょっと、多分って何よ、多分って。心配するな。進んでりゃそのうち着くはずだ。まあ、そのうち着くんだろうけど。どんな案内になよ。まったくもう。ちょっと噛んだね。甘噛みしたけど。まあ、許してください。あ、おお、危ねえ。ここまで人々になってるとはな。こっちにも変なのが嫌がるし。さすがに管理しなさすぎだろう。うわぁ、なんか、キモいのいるな。でかいなんていうか。一回あったっけ。ちょっと宝欲しいな。あ、ちょっと、ごめん。あ、これも鍵付きかい。鍵付きなんかい。いや、くっそ、襲われる。ああ逃げ切れなかった。はい、全員一気に倒しまーす。何か、あれなんか下なんかありそうじゃない。こんな道昔はなかったって言ってたよね、今。お前、アイスバーグさんの途中で先進んじゃった。ええ、んなんだこれは。なんだこれは。あ、じゃあ下にお願いします。あ、びっくりした。あ、なるほどね。フランキー一家が新しく道を作ったってことなんだ。あ、じゃあここで戻れるようになるってことか。なるほどね。便利ですね。あの位置情報分かるやつアプリね。それはゼンリーか。で、これで上がってって。この先だ。うん。この先に海列車がある。少し準備に時間はかかるぞ。あ、ありがとう、アイスのおっさん。いや、助かるわ、アイスバーグさん。来た。うわ、かっこいい、やっぱかっこいいな。めちゃくちゃにかっこいい。少し時間をくれ、調整する。頼む。まあ、嵐を抜けるんだ。何が起きるか。そうだね。びっしりとお願いしますよ。細部まで点検しておいた方がいいだろう。うん。いや、頼む、アイスバーグさん。はい、みんなと話せ、了解した。これは？やれやれ、やっぱりこのロケットマンに乗り込むことになりそうね。ふふ、憂鬱そうね。
オーソフレッシュでアクアラグナに突っ込むのよ。喜ぶやつなんていないわ。そっか、ロビン乗ってないもんね。またロケットマンで海を走るの楽しみだな。喜んでる人が隣、横にいるわよ。頭痛くなってきた。いや、俺も怖いよ、これ乗るの。今回フランキッカーやガレーラの連中は一緒に来ねえみてえだな。まあ、あいつらがいなくてもなんとかなんだろう。ルフィ、今度あいつに負けんじゃねえぞ。ああ、次は俺がハトのやつをぶっ飛ばす番だ。前回負けてな、まあ負けたか。一回負けてんのか。こんな重くて、大きくて重そうなものが本当に海の上を走るの？あなた知ってる？鉄って水に沈むのよ。ほら見て、この下の部分。こんなに鉄を使っているわ。かわいい。この子本当にかわいい。心配すんなよ、リム。海列車なんだから大丈夫だって。あなたそれ説明になってないわ。この鉄のゴツゴツした感じいいね。このちょっと錆びてる感じがめちゃくちゃいいわ。ロビン、今回一緒乗れるね。ロビン、さっきそこの荷物の中でロケットマンの運転方法が書かれたメモを見つけたわ。そっか、じゃあ運転はロビンに任せた。そっか、心ばあさんいないんだもんね。わかったわ。不完全なメモだから何があっても文句はダメよ。文句は言わないです。ナミは言うかもしんないけどね。あんたは知らないでしょうけど、今回絶対にロケットマンで空を飛んだりしないからね。あ、飛んだな、そういえば。そうかそうか、 NS ロビーに突っ込むときに飛んだな、ロケットマン。こいつ空飛ぶのか。そいつは楽しみだ。でも横綱いないからな。ちょっと、だから今回飛ばないって言ってるでしょうが。サンジー、今回誰がこいつを運転する。ああ、あのロビンがやってくれるってココロさんがいてくれたが、あの人魚のバーンさんか。バカ野郎、あの時俺の夢がぶっ壊れかけた瞬間なんだ。そっか、あのシーン面白かったけどな。ロケットマン、何回見てもかっこいいよな。うん、アイスバーグの整備早く終わんねえかな。アイスマンさん、ありがとな。感謝するのはまだ早い。このロケットマンは海列車の失敗作だ。どう調整しても蒸気機関がスピードを抑えられる。暴走する。命の保証はできねえ。心配すんなって。こいつはすんげえ列車だからな。まだロケットマン知ってるかのような口ぶり。まあそうだね。まあいい、できるだけのことはやってやるさ。よし、お願いします。ハートのやつぶっ飛ばしてウソップを取り戻すぞ。狙撃キングになったりすんのかな。まったく無茶な連中だ。あ、もう出発したのね。ん、あれ、なんだこの音は。いや、声か。うん、俺を呼んでいるのか。これメリーじゃない。待って、ちょっともう絶対これも泣かせちゃう。泣かせに来るじゃん。うわぁ。お前なのか、俺をここへ呼んだのは。うん、走りたい。もう一度だけ走りたい。メリー、びっくりした、後ろのやつ。びっくりしたな、お前敵かと思っただろ。このタイミングで後ろに出るな、敵かと思ったわ。おい、なんだよアイスバーグ。てめえ突然現れたと思ったら何一人でブツブツ言ってやがんだ。そうか、お前らには聞こえてねえのか。うん、いやだがちょうどいい。お前らも手伝え。うん、この船直して海に出すぞ。うん、はあ、手伝え。お前ら暇だろ絶対。ロケットマンを得たり。うおお、アクアラグナでアレルギーの声。四方の島エニエスロビーへと。300ポンドキャノン使ったのか。来た、昼島。バスカビル裁判長とかやるのかな。うわー、ここ、ありがたい光景ね、ここのシーン、ここのシーンは泣けたんだって。いやー、ついにこのシーン来る。いや、なんかさ、もうNS ロビー編泣ける場面多いのよ。でも今はもう一人じゃない。サンジ、何してる。え、どういう意味。もうそういう意味よ。あなたにとって忘れられない思い出のように。そうだよ、ここからロビン変わったんだから。え、とても。個人的にはそのみんなの呼び方変わるじゃん、この NS ロビー編終わった後にさ。例えばチョッパーが繊維さんだったのがチョッパーって呼べになったり、それがもうたまらなく好きです。
うわうわ待ってここを見せてくれんの。うわいやちょっと待って、そうだったの。うわあ、こっそり覗き見たやつね。世界全土を敵に回そうとも仲間を守りたい、彼らの決意、それが仲間を信じ抜く心と生きる勇気を彼女の中に生んだのね。そういうことだね。行くぞ。行こう。え、どういうこと？ちょっと、ルフィ！これもしかして？おい、ルフィ！やったかこれ？絶対飛んだじゃんこれ。絶対飛んだよ今ロケットマンで。ほんと無茶するわ。あ、四方の塔。わ、ここからなのか。うわぁ。海兵がいっぱいいるわ。うわ、すげぇ。すっげぇ。結局、こうなるのね。生きてる。私生きてる。死ぬかと思った。うわわす。とんでもねえな、あんな。前に来た時より警備が厳重じゃねえか。そうだね。そうか。まあ全部ぶっ飛ばすから同じだろ。いやそれはそう。違いねえ。行くぞ。行こう。ウソップ助けよう。おー。いやすげえこれ。ロケットマンかっけー。相変わらず無茶な突撃だったわね。他に方法はなかったのかしら。私も死ぬかと思ったわ。こんな鉄の塊があんなに空を飛ぶなんて。怪我人がいたら言えよ。手当てするから。えっ、かわいい。よーし、暴れるぞ。なんであいつらあんなに元気なのよ。いや、楽しみだなぁ。あー、楽しかったー。はい、ということで今日はこんなところで。そうですい。やっていこう。めちゃめちゃする。さあということで行きましょう。この辺はあれなのかな。特に、あ、これ触っとこう。一応マップを記しておいて。この辺宝箱とかあったりは。宝箱でもそんなに、あ、なんかこんなもん。あそこにもなんか落ちてる。たまたまネギ、たまたまネギとして生まれたってことなのかな。それともたまたまが、あ、やめておこう。たまたまっていうイントネーションあんま良くないな。あー、やっぱ海兵が敵なんだね。このさ、マントつけてるのは少将とか、少佐とか、つけれるんだっけ、あのマントって。どうなんだっけね。これじゃ上に行けねえな。だ。例えば前回はツルツルのサンジ君が落ちてきた。あ、はい、カリファと戦ったやつね。あの時はびっくりしたわ。ツルツルってなんだ？敵にそういう能力者の女がいたのよ。泡でサンジ君の体の起伏がなくなっちゃって。すごくのことだ。真面目に戦ったとは思えねえな。分かってんな、ゾロ、やっぱ。なんとでも言え。たとえ死んでも、俺は女は蹴らん！かっけえ。これがサンジよ。びっくりした、何？なにこれ。え？びっくりした、な、あ、びっくりした。あ、近づいたら炎を出るってことなのかな。ちょっと！え？あんなのいなかったわよ。何こいつ、キモ。なんかキモ。戦ってみる。一応触ってみる。失礼します。すいません、ちょっとお忙しいところすいません。さーて、トピー。いや、ちょっとなんかこいつら怖いんだけど。待って、足が手みたいになってる。あ、あいつか、あいつのせいで。お前ちょっと、ん、え、これなんかできるの。こいつちょっと無防備すぎるだろ。こんな後ろに、あ、気づいた。お前らどうやってここまで。なんかディズニーのポテトヘッドに顔めっちゃ似てない。 NS ロビーの猛者たちがそうやすやすと突破されるはずは。こっち何億の海賊だと思ってんだ。現実を認めろよ。現に俺たちはここにいる。その通り。かっこいいな、サンジ。よし、じゃあそこの火を吐く大砲ぶっ壊すぞ。ふざけるな。え、これ壊しちゃう。海賊道路つけりゃさせん。んぎりー、いい、かっこいい。海兵には効かんか。一人
幸せパンチは。あへね、効かないよな。パンチ。あ、めっちゃ効くだと思ったよ。余裕でした。でもこっち結構削られたな。仲裁相手なの。仲裁相手だったの。結構やられたな。え？肉だ！肉！なんだここ？君、なんだい？いい海賊だ！どうか命だけご勘弁を！あ、だけ？まあ、海兵じゃないの？敵が多いよね。うん。さすがエニエスロビーだ。エニエスロビー。ちっちゃい頃さ、いや多分あのウォーターセブン編ってもう割と俺ちっちゃい頃なんだけど、ちっちゃい頃エニエスロビーっていう名前とロビンかなんか関係あんのかなみたいな謎の考察してた。エニエスロビーにも容赦がいるのかよ。いるね。いらっしゃい。今たくさん。あ、これカエルの料理。あちぃ。今100万ベリー持ってるからさ。今100万ベリー持ってるからちょっと買っとくか。ちょっと14万買うか、14万。あ、14万。いや、爆買いだ。爆買いしちゃった。う、あ、お前か。こいつ倒せばいいのか。お前、胸筋えぐいな。とんでもない胸板厚い。胸板の厚さえぐいな。純章。サビサビの実使ってたやつも純章だったの、確か。だが、この火炎放射器は、奥への道を閉ざす重要なもの。と聞いておるのだ。合ってるよな。まあ、歯の噛み合わせ悪そうだな。知るか、誰に聞いてやがる。ゾロがシンプルにちゃんと突っ込んでる。うん、とにかくこれを壊されるわけにはいかん、うん、正義の名のもと成敗してくれるわ。はい、ということで。こいつ好き。そう、好きにしろ。でも勝つのは俺たち。ルフィ全然付き合ってやんないじゃん。よろしい、ならばエニエスロビーの精鋭がお相手をしよう、はい、よろしくお願いします。ということで。なんだこいつ、マジでなんだこいつは。だから確認すんじゃねえ。お前本当に純章か。よくなれたな、純章に。いけますか。いや強いな、ミさん。本当にありがとうございます、いつも。ちょ、寝ないで、寝ないで。褒めたら寝ちゃった。危機急騰流かけ。いや、かっこよすぎる。オッケー、倒せた。オッケー、これで先進めるってことなのか。なるほどね。厄介だな。こんなのルフィたちだったら回り込んで先に進むぞ。おい、回復もっと奥だっけな。どこだっけ。あ、違った。あ、びっくりした。違った。今の力を試すのは。ホラーゲームみたいなびっくりの仕方しちゃった。いや、マジで不意をつかれた。クソ、びっくりしちゃった。ガタいいな、ほんとこいつ。こいつ、いや、まじやめて。大丈夫。うわ、強い。さす。なんでお前らがこっち側にいるんだよ。ウィーク中佐弱そうじゃない。後ろに回り込まれたんじゃ。ウィークって火炎放射器の意味がねえだろうか。オーバーリアクションすぎる。どうする、ルフィ。そこにある邪魔くせえの、うん、壊してこう。壊してこうよ。そうだな、ぶっ壊そう。はい。ビビりすぎだろ。白身すぎるって。さすがにそんなビビるなら逃げて。お願いだから僕も戦いたいわけじゃないんだ。先に進ませてくれれば。強くないだろルフィ絶対に。ナイスー。はい、オッケー。で、これでもう通れるのかな。お、来ました。おい、回復足あんのかい。ウソップ、あんのかい。回復フランキー、ここにいんのみんな。え、あー、でもそっか、あのキューブ欲しいな。ゼロお願い、キューブ欲しいわ。ナイスー。で、キューブだけ取って、キューブだけ取って。あ、待って、あ、待って、え？そんなすぐ襲ってくるわけではないんだ。いい、もらってっても。もらってってもいいの？取ったけどいい？行くよ、じゃあ。ありがとうね。これは？ん？なんだお前らは？何？仲間を探してるって？諦めろ、ここは過去800年、不落のエニエスロビーだ。例えば仲間を見つけられたとしても、化け物じみた CP9 から逃げられるものかよ。なんでお前立ってんだ。全部壊そう、とりあえず。
とりあえず全部壊していこう。全部壊して、仮に俺たちが負けたとしても、海軍が困らせてやろう、海軍を。俺はもうダメなんだ。なんで俺がこんな目に。海軍本部の将校にちょっと切りかかったくらいで結構な悪人。あ、すぐ諦めてくれる。お前ぶっ飛ばすぞ。そこを動くな。怖い。地方の塔なんて名前がついているが、ここの裁判なんてみんなデタラメだったぜ。あーって言うよね。陪審員がね、もう道連れを望んでるみたいなやつだよね。なんせ俺は大した罪を犯してねえからな。え、何したの？世界政府のやることは汚いぜ。町を一つ、めちゃめちゃ悪人。町一つ燃やしてんのは大した罪です。この仕打ちはねえよな。行かれてんのか、倫理観。すいません、後ろ失礼します。すいません、いいっすか。ちょっと、檻壊すんですけど、見逃してもらって、すいません。これ、どれ出番だ。いや、ちょっと待って。これはか、あ、回廊石か。硬すぎて厄介。さすが海軍の拠点、警備に気合が入ってるな。ねえ、回廊石って何？簡単に言うと、ものすごく硬いって特徴に加えて、悪魔の実の能力を無効にできる鉱物ね。まだまだ謎が多い物質だけど、海と同じエネルギーを発していることが分かっているわ。俺たち、それに触っただけでなんか力が抜けるんだよな。仕方ないわね。別のルートから行きましょう。ゾロでも回廊石はダメなんだ。そんな設定あったっけ？あ、待って、なんか青になってる。変われるってこと？そこの壁なんかあるぞ。ね、どう？え、チョッパーなら入れる？入る？ん？チョッパー？チョッペー！チョッペー？ペー！ん？ここは、ん？あ、え？ここって、あ、さっき来たとこだ。なるほど、あれ、食材運べエレベーターみたいなことなのか。あーん。じゃあ来る意味なかったな。